皆さんこんにちは、モータースポーツ MC のマッキーです。今回は第24回初心者&女子大歓迎ユルフアカート大会カッパークラスの決勝をお送りします。さあ今回もこのカッパークラスでオリジナルワッペンをかけた争い楽しませていただきましょう。まあ、いつも言っていますが、レーススタート前に15分間の練習走行を行います。そこで1000分の1秒までタイムを測り、そこで3つのクラスに分かれます。でカッパークラスはその中でも一番初心者のクラスということになりますね。ポールポジション宮下みどりちゃん、2番手古川さんと、まあ、9台のマシーンがエントリーしているわけなんですが、タイムを見るとフロントローのみどりちゃんと古川さんがちょっと頭一つ飛び抜けてるかなといったような印象です。さあ今レースがスタートしました。みどりちゃん余裕ですね。手振ってますからね。このカッパークラスっていうのは結構タイム差がありますんで、ポールポジションからぶっちぎるそういった展開も珍しくはないです。さあ1周目、まずはみどりちゃんと古川さんですね、快調に走り出しました。後方も大きなコーナーあったマー君ですね。4番グリッドからスタートの佐藤マー君が回っていました。これイン巻きですね。画面の奥の方で内側にくるっと回っていますが、まあ、ここからの立て直しっていうのはねスムーズでしたね。まあ、マー君の場合タイムがいいのでここから追い上げることができるでしょう。まあ、最近ユルフアもですね本当にレベルが上がりまして、ポールポジションを取ったみどりちゃんは1分10秒台なんですね。まあ、前は1分10秒台だったらゴールドクラスに入ってもおかしくないぐらいだったんですが、まあ、今となってはこのカッパークラスのポールポジションということでね。で今マー君が前の車を1台仕留めていきましたけど、うまいツッコミでしたね。さあ2周目と突入しました。トップのみどりちゃんに対して2番手の古川さんが仕掛け始めました。さあこのヘアピンではどうでしょうか。みどりちゃんがしっかりと自分のラインを守っていますね。逆に今2番手の古川さんの方がちょっとリアが滑ったような感じ。後方もちょっと間がありますけども、それぞれ自分の走行を楽しんでいるといった具合ですね。マー君が娘ボトルさんに今勝負を挑もうというところですね。3周目と突入。このレースなんですけれども、ソニックパークアジムを8周回で行われます。みどりちゃんはねとにかく走ってる時ね楽しそうなんですよね。でこうやって見てますと、最終コーナーから1コーナー2コーナー3コーナーの飛び込みまで、ここみどりちゃん早いですね。さあ後方のマー君が回ったものの、ここで娘ボトルさんを抜いて順位を1つ上げました。トップ争い、さあどうなってるでしょうか。まあ、このバックストレートから次のコーナー、ここもね一つ勝負ポイントなんですよね。おっと、ここで順位が入れ替わるかな。みどりちゃんが膨らんだところ、そこを古川さんがきっちりとインを取って、次のコーナーに向かうときにみどりちゃんのラインを、まあ、クリーンなという言い方をしましょう。遮るわけじゃないんですけどね、しっかりと自分のラインを取っていきましたね。3周目の後半で今順位が入れ替わって古川さんがトップです。さあ4周目と突入しました。ただねこれ見ていたらみどりちゃん抜かれた後になんか走りが変わりましたね。それまでは、まあ、ちょっと余裕で手振ったりとか周りに目線をこうね送ったりして楽しんでいたんですけど、もうガチガチにこう前を向いて走ってるようなそんな走りに変わりました。ここからですね、ここからみどりちゃんが速いんです。やっぱラインが違いますね。2コーナーから3コーナーみどりちゃんが迫ってきました。やっぱここの飛び込みまで、ね、勢いいいですよね。そしてここからねさっき話されていたんですけど、ここからの走りがね鋭くなった。さあこの下りの試験員ですね、ここでみどりちゃんが抜いてきました。そして次のコーナーはきっちりとインを抑えて理想的なラインでしたね。そしてバックストレート、あら、ここで我らの女神シエントモンセさんが写真を撮ってくれています。こんな感じですね。これみどりちゃんか。
こんな感じでいつもね、Facebook に写真載せてくれるんです。ありがたいですね。本当いつもありがとうございます。さあ、トップアロソイ。みどりちゃんが古川さんを捉えて、次のコーナーはしっかりとインを守っています。やっぱり、ね、こうやって見てると、みどりちゃんね、勝負師なんですよね。好きなんでしょうね、こういう、あの人とスポーツで戦うっていうのがね。さあ、残り周回が少なくなってまいりました。6周目。なんかこう背筋が伸びた感じがしません？古川さんもね、これ必死になってね、追いかけるんですけど、隙がないんですよね。恐ろしいですね。この自分のこのメンタルを切り替えることができる人っていうのはね、ほんと強いですよ。バックストレート、ここでちょっと離しましたね。いや、しかし、コース後半のヘアピンでは、もう真横に並んでいく古川さん。さあ、ここでファイナルラップに突入しました。ファイナルラップになるとね、カズピーが1って指で教えてくれるんですよ。まあ、この勝負の行方は一体どういう風になるのか、今回のね、他のクラスのエントラントさんも見入ってましたね。それぐらい見応えのあるバトルでしたね。さあ、まだ続いています。あと半周。みどりちゃん全く後ろを振り返りませんから、古川さんが必要にですね、右に左にノーズをね、こうやって覗かせていくんですけど、みどりちゃん全く隙がない。さあ、そして今チェッカーフラッグ、みどりちゃん優勝おめでとうございます。そして後方のマシンもね、チェッカーフラッグを受けて全車完走ということになりました。皆さんお疲れ様でした。カズピーなんですけれども、いつもこういう風にね、全車がチェッカーフラッグを受けるまで延々と振り続けてくれています。よく撮れたんで、このどちらかをお見合い写真にしてもらいましょう。さあ、リザルトこんな感じですね。どのマシーンもですね、タイムが上がっています。予選よりもやっぱりね、その前の車がいるので、しっかりとついていくとタイムが伸びるという、自然に伸びるんですよね。はい、ポディウムの様子。さあ、こちら全日本ラリーチャンプ曽根さんが撮影してくださった写真です。まあ、みんなでこういう風に写真を撮り合いながら、あとね、ご自身の Facebook だったり、イルファーカートの Facebook にアップしてくれたりしていますので、 Facebook で、イルファーカートクラブで検索してみてください。さあ、次はですね、僕のオンボードカメラが登場しますシルバークラスの決勝の様子を皆さんにご覧いただきます。楽しい動画に仕上がりそうなんで、ぜひご覧ください。モータースポーツ MC のマッキーでした。